はい、どうも工藤でございます。ヘブンバーンズレッド続きをプレイしていこうと思います。はい、前回からまあ1日空きまして、はい、今回またねヘブンバーンズレッドやっていきます。前回のね配信の最後に、なんか昨日ねやるみたいなこと言ってたんですけど、ちょっとね私アニメが好きで、アニメが結構ね溜まっていたので、ちょっと昨日はアニメデーということで、アニメをたくさん見る時間をいただいて、で、ちょっとね、ヘブ版の配信はお休みさせてもらいました。はい。で、今回はね、はい、1日を置いて、メインストーリー第3章のデイ14やっていきます。はい。前回のね、配信見てもらえばわかるんですけど、まあ、意気揚々と、最後のね、威力偵察の山をね、攻略するぞって言って、行ったものの、もう初っ端から今日の予定はキャンセルになりましたというふうにナナミに伝えられて、で結局作戦がね1日まあ延ばしになって、で今回第3章のデイ14で、はい、威力偵察のラストダンジョンということになります。はい。でデイ13はね結局1日休みになっていたんですけど、まあライブ、うん、はあって、なんだっけ新曲の名前というかタイトルか、タイトル、ありふれたバトルソングだったかな、うん、なんか副題もあったけどちょっと忘れましたね。はい。まあそんなライブの映像なんかもあったりして、まあ、非常に楽しいデイ13だったんですが、はい、このデイ14ではですね、また山の威力偵察ラストということで、果たしてどんな展開になっていくのか、ボスは出てくるのか、まあ、非常に気になるところではあります。はい。というわけで、まあ、今回こそね、まあ、1日引き延ばしになることはないと思うので、今回こそデイ14でね山クリアしてやろうと思います。またねちょっとボリューミーなダンジョンになるかと思うんですけど、はい、やっていきましょう。よし、メインストーリー第3章デイ14やっていきます。推奨戦力は1万、多分大丈夫。ちょっと待って、配信が途切れてないね。大丈夫ね。よし、ゴー。またね、途切れそうになったらっていうか、途切れたらまた復活するんで、はい。もう復活方法をね、もうマスターしたんで、大丈夫なはず。デイ14ですね。さあさあさあ、朝6時30分。ラストです、ラスト。威力偵察も今日で最後よ。おうよ。七瀬、状況の説明をお願い。最後はやっと終わる。いや本当。ただおそらくこれで第3章が終わるとは思えないんだよね。山登りの日々もこれまでや。うん。調査と山登りしかしてなかったですからね。だいぶ体力ついたんじゃない。でも調査してんのは私だけだけどな。もうほぼ1週間、まあ、1日休みを挟みつつではあるけど、まあ、今日行けばねもう1週間で5つの山を登山してだいぶすごいハードスケジュールだよね。今回何さん？霧ヶ峰では、霧ヶ峰の訓練で説明した通り市街地を含む偵察となっています。市街地があるのか。山間部とは違い人工物の死角が多く調査不備が発生する可能性がありますので注意してください。人工物が多いんだね。威力偵察から得られた情報は非常に精度の高いもので司令部の作戦立案に寄与しています。うん、1日そのこの今回の霧ヶ峰攻略じゃないや、威力偵察作戦が1日引き延ばしになったのは、まあ、そのそれまでに4つの山で得られた、情報がね結構精度が高かったから、そのより良い情報を使ってさらにこうね作戦の、なんていうの、連度じゃないな、精度を上げるためにちょっと時間がかかるから、あの1日引き延ばしになったんだよね今回の霧ヶ峰のね威力偵察は。これらは皆さんが持ち帰った成果です。誇ってください。ウェイ。本日が最後の偵察となります自信を持って進めてください。うっす。それでは出撃します。出撃。よっしゃ、張り切っていくぜ。威力偵察
今まで結構ハードだったよな。ね、山登りね、きついよね。なんで出発する前から黄昏れてんだよ。あれ、なんかちょっとしんみりした曲から急にコメディーな曲になったぞ。そんな日々も最後だ。今日はビッシュに酔おう。いや、酒飲んじゃダメなんよ。未成年だわ、うん、何言ってんの。新曲の歌詞だよ。あったね、ありました。あの、詳しくは前回の配信を見てください。やべ、そうだった、うん、泉がツッコミ間違えるなんて珍しいやん。そんなこともあるんですね。やめろ、特技でもなんでもないわ。そうなの。そんなユッキーは置いといていざ霧ヶ峰。置いてくなよ、連れてけよ。ちなみにうちで使ってるエアコンも霧ヶ峰ですねどうでもいい情報だから。なんか意味があるんですかね、エアコンに霧ヶ峰ってつけるね、理由。 OK。 あ、そうだ。で、一つ言っておくと、この前アーさんを転生させたんですけど、あのあとですね、まあ、あのあとっていうかそれからですね、ブンちゃんとめぐみん、まあ、今出てるんですけど、ブンちゃんとめぐみんを転生させました、1回。なので、あのプラス1って書いてると思うんですが、転生させた結果、レベルがね、ちょっとだいぶ下がりまして72ぐらいだったかな、うん、くらいまで下がっちゃったんで、なんとか頑張ってね、こうレベル今85、82まで持ってきたんですけど、若干ステータス下がってます。はい、そこだけご了承いただけると多分大丈夫だと思うんだけどね。うん、まあ理由としてはね、アーさんと同じで、あの使いたいスキルがあるんだけど、スキルが3つまでしかセットできないから、まあ、1回転生させてスキルを4つ保持できるようにしようという企みでございます。はい、それだけ。とりあえず転生させたよっていうことですね。はい、じゃあこのメンバーで大丈夫なはず。いいね、ダンジョンメンバーだしね。はい、行きましょう。まあ戦力もね、1万以上超えてるので大丈夫でしょう。おっす、ユイナ先輩、ご苦労。いよいよ最後の作戦地区だな。ですね。ルカ、一つ質問だが、今までの偵察結果をどう見る。ん、偵察結果。超いい感じ。これふざけた方がいいのかな。ちょっと、まあ、不自然に感じたがおそらく正解なんだけど、超いい感じ。超いい感じ。そうか戦場でも適当なやつだね。まあ、この前もなんか適当に道決めて行き止まりだったからね。まあまあ、それでも 3-1-A はここまで素晴らしい結果を出している。でも判断で甘いところは多いですわよ。今回はついてきてくれる人はいないんですかね。構成に傾きすぎてるのは見てて危なっかしい時があるよ。うん、でも作戦中でもメキメキと成長していく姿は見惚れてしまうほど。うむ、痛快ですらある。ポカーン。めちゃくちゃ褒められてる。そしてポカーンとしちゃった。どうした、そんな顔して。このポカーンはね、葵ちゃん譲りですね。いや、褒められるとは思ってなくて、私らサンマル G みたいにスマートに任務をこなしたいなって思ってたから。それは経験が補ってくれる。お前たちに足りないのは経験、バカスだ。それさえ順調に得られれば史上最強のセラフ部隊になれるかもな。ほう。え、そこまで出れるな調子に乗るんじゃないよ、命を落とすよ最後に、今回は 3-1-A が先方を務め、 30G が後方警戒の布陣で進むことを提言させてもらう。なるほど。機関らの攻撃力を生かしつつ、経験に勝る我々が状況に応じカバーを行う布陣だ。どうだろう。じゃあ、なんだろう、普通のバトルでもなんかみんなで、サンマルジーンのみんなでなんかこうサポートしてくれるって感じなのかな。うん、了解。私もそれがいいと思う。そろそろ行こうか。
さあ、作戦開始だ。よし。なんか最後っていうのもあって、ちょっとなんだろうね、微妙な緊張感がありますね。なんか予定ポイントに到着したわ。ここからどうするの？そうだな、一旦ここでドローンを飛ばしておこう。終わったら先に進もう。うん、ユッキー、ドローンで偵察をお願い。他は周辺警戒で。はい。で、よしよし。さあ、今回のダンジョンはどれぐらいかな。これはわからないぞ。よし、行きましょうか。まあ、おそらく最後だしな、一番長いんじゃないか。どっかな。慎重に行こう。メンバーに回復。なんと。お、いきなり金ピカ。ヒーラー入れてないからね、ちょっと心配ではある。拙者の忍術をお見せするでござる。そうだな、このメンツでも大丈夫か。大丈夫だね。まあ、逃げられそうな気もするけど、やっぱ逃げたか。まあまあまあ、ダメージを負わなかっただけラッキーかな。おたまさん。あれ何かな。なんだ。対 DP スキル攻撃力プラス 10%。 OK。さあ、じゃんじゃん進んでいきましょう。ねえ、戦闘じゃ。血が騒ぐの。真ん中は斬撃か。 OK。 ワイルドスローで スライスまでいるかな。一旦通常攻撃で。はい。切り刻むでござるよ。なんとかなりそうや。いつでバラバラに。ちょっと私に待ってよ。さすがの判断でござる。このチャンス逃さへん。なるほど。相性悪いしな。どうしようかな。スライスショットでいいか。はい。私の力じゃない。オッケー、ナイス。拙者にかかればこんなものでござる。よし、今のところは順調ですね。おたまさん。またか。たまさんいつも叫んでるからね。あれ、ここ二手に分かれてんな。慎重にな。また金ピカか。結構出るな。血が騒ぐの。ほい。お、攻撃してきた。正直そんなに金ピカ…待って、行っちゃった。あれ、下は、あ、下エンチャントあるやん。一応ゲットしておこう。何か有用なエンチャントかもしれない。念のためね。さあさあ、何かなこれは。できれば SP プラス1とか。うわい。SP プラス1とかがいいな。もっと目立つでござる。斬撃と打撃か。微妙だな。じゃあネイキッドレイザー、ブレッツェル、
ルーンバーストかな。くらわしたる。さっさと終わらせようではないか。余裕や。魔術師を舐めるでないぞ。すごい敵。オッケー。敵が弱ってきたようだな。まずは一体。そしてあとはランブと旋風で。ほい。シルキザン見せてもらおうやな。さっさとでござる。あーダメか。あ結構痛いかな。このまま攻め落とすでござるよ。ここじゃ。よし、エンチャント、エンチャント。あれ何かな。なんだ。おエクストラターンはいいぞ。エクストラターンちょっと嬉しいね。バトル開始時にね、一旦プラスで慎重にな攻撃できるんですよね。敵でござる。結構敵すぐ出てくるな。お一体だけか。まだやり足りぬ。おお、乱舞旋風どうしようかな。じゃあサービスエースで。いや待て、ここに入れようか。進む。あこれでいいや。無駄な攻撃でごめんなさい。いいものを持ってくれるか。ヒルキザン、この調子で行くでござる。私を見てるだけの方が。どうしようかな。もう一回サービスエースと通常攻撃で。とりあえずやってはみますが。それでは一つ勝負。へい。よし、これで次のエリアかな。ねえねえルカ、ん？一旦止まってくれ。どうしたの？南側は下草が多く視界が悪い。注意してくれ。下草？下草ってのはなんだ？雑草みたいなやつか、やつかのことかな。ありがとう。こっちはもうすぐ周辺情報の解析が終わるはずだよ。うん。ちょうど終わったところだ。敵兵は多いが強さはそれほどじゃない。雑魚が多いだけだな。まあ、確かにちょっと敵多いなって感じてたよね。了解。進路はほぼ真北。森の中を突っ切るコースで合ってる？ああ。ただ進路上に敵影がある。なんと。どうする？これぐらいなら蹴散らして進もうぜ。おい、いきなり来んのか。特に 30G のサポートが入ったりするわけじゃないんだね。じゃあネイキッドレイザー、ちょっとな、このスキル溜まってるから使っちゃおうか。プレッツェル、ルーンバーストと、はい、よし。くらわしたる。いいやばい。邪魔をさせないでね。やらせて。ここじゃ。やるやないか。とっても違うから。へい、ナイス。うんよし、この次のエリアは何があるんだろう。霧ヶ峰、ね、北山なんて書いてた。北山ん、待って、どれぐらい。ああ、まあまあそんなに長くないね。 OK、 GO。 よし、どうだの。やれやれだな。斬撃か。じゃあどうすかな。スライスショット、旋風、ワイルドスローで。敵が強いだけ。次はわしがやる。切り刻むでござるよ。いつでバラバラじゃ。あっぱれでござる。私がいなくても。そっか、エクストラターンがあるから一旦通常攻撃でやって、ねえね、SP 貯めてもいいのか、うん、そっかそっか、忘れてたな。
エクストラターンをね、うまく使っていかないとね。何かありますよ。オーバードライブのスキル攻撃力がプラス 10%。 お、3体だね。じゃあ、ちょっとこれね、エクストラターンだから、一旦スキルポイント、SP を貯めましょうか。やりたいな。これでじゃあネイキッドレイザーに旋風にワイルドスロー、ほい。こらわしたら次は分かれるしござる。なんとかなりそうや。オッケー、やっぱ敵多いな。慎重にな。じゃんじゃん行きましょう。やる。血が騒ぐな。また斬撃か。斬撃弱点の敵多いな。はい。そや。よっしゃ。拙者の忍術をお見せするでござる。じゃあ。そうだな、ただこの辺使っちゃうか。プレッツェル、ルーンバースト、スライスショット、順番的にはこの方がいいか。ほい。敵が強いだけ。いいでも邪魔させないでくれ。そんなことが始まるだ。私を見てるだけの方が。ほいほい、ランブ、旋風、ほい。カーレンちゃんです。やった、行き届くでござるよ。オッケー。そして次は強敵だね。強敵倒す。あ、やばって、やばいかも。ちょっと待って。つわものでござるな。このね、オクトパスめっちゃ強いんだよね、確か。違ったっけ？確かめっちゃ強いんだよな、このオクトパス。油断するとね、マジでね、DP めっちゃ削られるから、ちょっと本気でいこう。どうしようかな。まずは SP を貯めなきゃいけないかな。一旦通常攻撃で OK。 いいぞいいぞ。で次はこっち、はい。でオーバードライブ、もうこれは本気でいかないと多分やられるじゃん。で、デストロイ使おう。で、どうしようかな。デストロイ、アマさんは一旦シーン活性させて、そっか、トリックアトリート、トリックアトリートね、一体なんだよね、全体じゃないんだよな。じゃあここは、あ、いや、これでそうだな、フレッツェルにしよう。フレッツェルにして、オッケー。さあ、準備万端でござるよ。未来の魔術師の本気味わうがいい。オッケー、めっちゃ強い。あれ、意外と強くなかった。ヤマット様、やりましたね、ケイティオ。私の気のせいかな。あれ、何かありますよ。いや、それとも単にテンネちゃんのデストロイが強すぎた。デストロイだっけ。
マジか、あんな一発であんなに削れると思わなかった。慎重にな。まあ、よいよい。来るでござるよ。オーバードライブゲージ溜まってたからね。負けないでき。斬撃だね。じゃあ、そうだな。メグミンのネイキッドレーザー使うか。で、ワイルドスローと旋風で。ほい。これでどうや。いい攻撃でござる。なんとかなりそうにリズムでござるよ。オッケー。順調順調。慎重に行こう。次のなんかダンジョンもありそうだね。市街地から山に来ましたけど、次はどこに行くんだ。なんだなんだ。敵増援はないか。見える範囲はなさそうやな。うちらだけでもう一回り索敵しとこか。頼む。お玉さんと組んで死角を潰しておいてくれ。ええで。了解です。ルカ、 30G の状況も確認しておいた方がいいぞ。うん、そうだな。こちら 31A かやもり、応答願う。後ろにいるんじゃないの。こちら 30G 白川。後ろにいるって言っても結構離れてるってことなんかね。 31A は戦闘終了し、周辺索敵中だ。そっちの状況は。いつでも移動できる状況だ。31A はそのまま進んでくれ。私たちは後方警戒を続ける。うん、なんかそういうことみたいだね。ぴったり後ろにくっついてるっていうよりは、まあ、31A がまあ先にこう先に行ってて、でそこの後ろを少し離れたところからこう追っかけていくって感じか。了解、通信終了。ちょっとイメージしてたのと違ったね。じゃあメグミンとおたまさんが戻ったら移動するか。あんまりその辺のね、なんかミリタリー系の知識というか、お待たせしました。詳しくないからね。なんもおらんかったで。そりゃよかった。了解、よし、行こう。よし、行きましょう行きましょう。見え見えでござる。拙者の忍術をお見せするでござる。どうしようかな。斬撃か。スライスショット、ワイルドスロー、こんな感じかな。ほい、とりあえずは。私の力じゃない。いい攻撃でござる。でバラバラで。どうしようかな。メイウィンのネイキッドレイザーでいっか。さっきのオーバードライブ3でね、だいぶ SP もらったからね。ん？なんだこれ。え、なんかちょっと気持ち悪い。何これ。え？え、これ何も触れないの。いや、明らかに怪しいんだけど、何これ。え、なんかクラゲみたいな。ん？うわ、何もないのこれ。いや、あれ絶対あるな、これ。いや絶対あるでしょ、なんか。意味深すぎるもん。11時方向に敵へ。あんな形見たことあったかな。ないわね。新型？あるわ。戦闘記録にもあるぞ。あるのかい。注意する点は、集団で襲ってくる。囲まれたら厄介だぞ。集団。了解。みんな、行くぞ。オッケー。今回のボスか、これ。いや、違うな。うちの最近
けたる。打撃ね。ほいほい。だからこうしてネイキッドスライスショット、斬撃が効かないのか。じゃあプレッツェルかな。これでいいような気もするけど。OK。ただ切る。私は無理。邪魔をさせないでくれ。私の力じゃない。やるべき。OK。じゃあ次どうしようかな。またプレッツェルでいい。終わりか。うん。邪魔をさせない。こんなの普通ですか。ナイス、ブンちゃん。囲まれてんじゃない。最後の最後で囲まれてもうたか。 30G 助けてくれるかな。めぐみさん離れてください。お、ミヤさん。おお、ナイス。大丈夫ですか。油断は禁物だよ。まったくだ。おきに。ふう、よかったね。結局何だったんだあれ。何も触れなかったけど、なんかクラゲみたいなやつ。あ、終了？マジか。あ、でもボスはこの後かな。あれ、意外とすんなり終わったぞ。森林地帯を抜けるか。ユッキー、現在位置を確認しておくれ。車山手前の丘陵地帯だ。予定通りだよ。車山、わかんねえな。車山手前の、まあ、山手前の丘陵地帯ってことね。了解。まあ丘陵地帯ってのがどんな地帯なのかよくわかってないけどね。 OK。 おっと、最後の山意外とすんなり終わったぞ、マジで。お、午後0、ん？ストーリー状況と乖離するメンバーが編成されていますが、よろしいですか。え、これはなんだ。ん、え、今また出てきたぞ。え、特に問題ないと思うんだけど。え、ボス戦だからかな。どうしようかな。まあ大丈夫だと思うけどね。 OK。 まあ負けることは多分ないと思うんですけど。うん。視界内に敵影なし。風景だけはのどかなもんやな。うん、めちゃくちゃ綺麗なとこだね。キャンサーさえいなかったらピクニックにでも来たみたい。いいね。こちらも敵影はありませんわ。了解。ルカ、次はどうする。データ収集から始めようか。ユッキー、準備よろしく。他のみんなは警戒と休憩を交代で取ってくれ。うん。こんな綺麗な場所にキャンサーが出てくるのかな。やっと一息つける。このルートは戦闘が多かったからな。帰りは西側の平地を回り込んで戻った方が良くないかい。遠回りでも安全だよ。うん。なるほど、そうしよう。歩き？ヘリ来てくれないの？タクシー移動だった頃が懐かしいよ。芸能人っぽい。またしれっと元有名人自慢してくるんじゃないよ。なあ、ちょっと見てくれ。簡易分析で気になる結果が出た。なんか嫌な予感。どれどれ？北東方向だ。車山山頂付近にかなり大きめの反応がある。ほう。ハブ役かな。あ、なんか言ってたな。なんだっけ、ハブ役って。なんかその司令塔的な、敵の部隊長みたいな感じの、あの役割を担うキャンサーがいるっていう話だったかな、確かね。それをハブ役って確か言ってた気がする。その可能性が高い。マジか。よし、早速向かって確認だな。警戒は密にね。
了解。お、大きめの反応があった場所へ向かおう。特に会話ができたりするわけじゃないの。待って、ん？ちょっと待って。あそこから見えてるさ、この手みたいなやつなんだ？これまさかキャンサーじゃないよね？あれ？キャンサーなの？あれ、なんでしょうか？恐竜の骨みたい。え？嘘でしょ。敵一匹もおらへんやん。あれキャンサーなの？不気味なほど静かね。ユッキー、反応があったのはこの辺りで間違いないよな。ああ、座標は間違ってない。ということは？ちょっと待つんだよ。どうした？嫌な予感がするね。俺もする。なんだ？白川部隊長、車山山頂から偵察するから単独行動の許可をもらえるか。大丈夫？そんな子単独？まあ確かにそっちの方がなんだ、スピードというか、で言うとまあ有利かもしれないね。まあ単独で行くべきなのかな。せめてやべ、名前が出てこない。やべ、クラッチと何にゃんだっけ。やべ、名前が出てこないぞ。相方、背中に傷がある。やべ、ここに来て急に名前が出てこなくなった。と一緒に行った方がいいんじゃないか。必要なんだな。わかった、許可しよう。一人で大丈夫か、本当に。ありがとう。一人で行っちゃった。よっと。ワープしただけね。トランスポートか。うわ、何これ。気持ち悪い。何これ。なんかエヴァンゲリオンに出てくる使徒みたいなね。うへえ、なんじゃこれ。生きてるんだよね、多分ね。うへえ、こいつは超大型じゃない？バッドニュース。ほんと。聞かせてもらおう。その先の丘陵全てがキャンサーの個体だよ。はあ？体長は少なくとも200m 以上。やばすぎ。超大型だよ。200m 超えってやばくね。わかった、一旦ここから離脱する。了解。200m。なんか豪華客船もそのくらいあったっけ。ってなんか急に豪華客船で例えるのもあれだけど。さあどうする。なあアホな、あんなバカでかい丘がキャンサーっちゅうんか。ああ、高い場所から視認したから間違いないね。ああ、なるほど。空の方に向かってトランスポートして確認したってことか。すごいね、そんなことできるんだね。動きはあるの？いや、動作確認は取れなかったね。ピクリとも動いてないよ。なんだろうね、でかいからこそあまり動きは速くないってことなのかな。もう死んでるとこではないんでしょうか。だといいけどね。まあないでしょう、おそらく。分析では反応を見せている。生きてると考える方が妥当だな。ですよね。再分析結果が出た。間違いなくキャンサーだよ。マジか。すぎてサイキックすら通る気せえへんで。ねえ、だってなんていうの、もう
そこまで行く、あそこまで行くともうなんかでかいとかそういうレベルじゃないもんね。ルカ、どうする？緊急撤退、最短距離で帰島ポイントへ戻ろう。それが正解だな。まあそうだね、挑んで勝てるような相手じゃないよね現状だと。ルカ、元のルートは敵が強く数も多い。西側の迂回路を行こう。戦闘の時間を考えればこちらの方が早い。言ってたね、さっきね。わかった。元気を出せ、ルカ。我々は進んでいる。情報を持ち帰り、周知を合わせ、敵を打倒するのが目的だ。撤退は負けではない。うん。今は一刻も早く、基地に戻ることだけ目指せばいい。そうだな。ありがとう。よし。進もう。でもさ、ということは第3章のラスボスはあいつってことかな。さっきの超大型チャンサー、そういうことですかね。ん？なんだ、モヤが出てきた。霧が出てきたな。霧か。視界がいつもの半分以下だ。速度を落とすか？いや、できるだけ急ごう。あのでかいのが暴れ出したら元も子もない。まあ確かに。了解。だが奇襲にはどう対応するんだ？私が先頭に立つよ。ユッキーは2列目中央でフォローしてくれ。なら 30G も手伝うとしようか。月城、クラ、カヤモリ部隊長に従って。モナニャンだ、思い出した。先頭で索敵に立つ。後ろに一匹も通すな。さっきねちょっと名前忘れてましたけど、月城モナカでしたね。そう、モナニャンとクラッチで2人で行けばいいのにって言ったの。そう、そうそうそう。でモナニャンとクラッチとルカちゃん舞台、違う、舞台ルカちゃんに従って先頭で策敵に立つ。後ろに一匹も通さないと。 OK、 わかった。この2人とルカちゃん3人で先頭に立つということかな。バイユ、ユイナ先輩、ありがとう。頼もしいね、本当。さあ、進むとしようか。了解。さすが先輩たちって感じだね。さあさあ、どうなる？ボス出てくるんですかね、本当に。なんだなんだ。あ、もしかしてさっきのあのクラゲみたいなやつかな。この霧のせい、霧。みんな止まれ。なんだ。え？なんかいる。うわ。なんだなんだ、気持ち悪い。うお。うげえ。なんだ？植物型？こっちにもか。うげえ、やっぱこれ。おお。すまない。裏目に出てしまったよ。問題ないよ。ああ、叩き潰すだけだ。大丈夫？くそ、なんだこいつ。こんなキャイさん見たことねえよ。大丈夫かこれ。こいつらがボスか。ルカ、この3体の敵のうち1体は 31A に受け負ってもらいたい。残りは我々に任せてくれ。任せます。大丈夫なのか。心配ご無用ですわ。私たちも伊達の形は踏んでいませんが。ええ、華麗に片付けてみせましょう。めちゃくちゃ頼もしいぞこの先輩たち。私も久々に少し本気を出したし。うん。それにこちらにはセラフ部隊最強のコンビがいる。おうおう。彼女たちなら二人で一体を倒せるだろう。すげえ、クラッチとモナニャンってそんな強えの？だってさ、スキシロちゃん、またいつもの無茶ぶりだよ。クラ、またサポートを頼めるか。
それがあたいの仕事さ。さあ後輩ども、こっちはお姉さんたちに任せな。モナニャンはなんか戦闘になるとバーサーカーみたいになるって言ってたもんね。モナニャン、クラッチ、ルカ、迷ってる時間はないぞ。そうだ、私らは目の前のキャンサーに集中、絶対に倒すぞ。おいよ、よっしゃ、負けないでき。そしてここにブンちゃんたちがいるっていうね。ちょっとまあしょうがない、これはしょうがない、さすがに。フィーラー、火属性、氷属性、雷属性、光、闇、めちゃくちゃ効くんじゃない。弱点ん耐性ないの、めちゃくちゃ効くけどこいつ。属性攻撃に弱いってことかだね。特に打撃とか斬撃とか突とかに弱点とか、なんていうの、耐性があるわけではなくて、属性に弱点があるってことか。どうしようかな、まずは通常攻撃かな。あんま効いてねえな。うほー、わー結構嫌だなその攻撃。ちょっと下げよう。今度はこっちだ。OKOK、 とりあえずいつも通りオーバードライブゲージを貯める作戦でいこう。そうだね、オーバードライブゲージを貯める。よし行こう。とりあえずやってはみますが、それを叩いてくるか。もっと目立つでござる。まあ攻撃自体は大したことないな。オッケー、どんどんオーバードライブゲージを貯める。無駄な攻撃でごめんなさい、それを出してごめんなさい。オッケー、やるやるだな。よし、じゃあここで真意活性で、どうしようかな。バフ系のスキル持ってるやついないもんな。どうしようかな。まあ、とりあえず、どうしようかな、迷うな。まあ、行こう、これで。よし。人類を滅ぼすために、お前らを滅ぼすべき。で、デストロイで、ブンちゃんの攻撃ね、出ない時があるんだよね、たまに。なので、まあ、ここはあえて滅殺かけ分身の方でいこう。ふんちゃんも強いんだけどね。これで時代の魔術師の本気味わうがいい、見せてもらおうやな。うわー硬いな。うわ硬いぞこいつ。うわ強いわこいつ、マジか。そっかそっか、属性攻撃じゃなきゃダメだね。じゃあもうトリックアトリート、そしてブラッディダンス、あとサービスエースでオーバードライブゲージを貯める形でいこう。オーバードライブ溜まった。なるほど、属性しか弱点がないっていうのって結構強いんだね。どうしようかな。まずは通常攻撃かな。 OK、 よしよし。もう一回通常攻撃。母さん雷属性ついてるからね。よっしゃ、オーバードライブをじゃあ2つ貯めたらやろう。畳みかけよう。とりあえずやってはみますが、もうちょい。これで溜まるんじゃないか。
とりあえずやってはみますが。OK。で、どうしようかな。で、母さんに真意活性させといて、こう。で、オーバードライブ発動でしょ。人類を滅ぼすためにお前らを滅ぼすべき。まず先にデストロイで防御力を下げておいて、どうしようかな。アーサンをもう一回真意活性させておく。ブンちゃんにトリックアトリートここで発動させとくか。オッケー、これで。魔術の見せ場でござる。次代の魔術師の本気、味わうがいい。うわぁ、強っ。こいつやばくね？どんな体力してんの？マジで？全然死なねえんだけど、こいつ。じゃあ、ブレイブストライク。もう一回トリックアトリート、ブンちゃん。かなぁ。で、熱殺影分身。これで破壊率を上げとけばいいかな。それのアーサン。おお、10万。オッケーオッケーオッケー。すげえ、破壊率 631% いったぞ。これでグラッティダンス使えば、あ、トリックアートも取れて、もう一回いけんな。まあおそらく必要ないと思うけどね。これでこれでしまいだろ。オッケーオッケー、よっしゃ。敵体力やばすぎね。その辺のプリズムバトルの敵と比じゃないんだけど、体力が。標的撃破確認や。よかった。了解。サンマル G はほぼ同時、撃破完了です。お、よかったよかった。了解。もう一体は確認するまでもないか。強っ。すでに撃破済みよ。マジで強いな、この二人。あの厄介なのは見当たらないけど、視界が悪いね。一回平地に出た方がいいんじゃないか。そうだな。ルカ、どう判断する？クラッチに賛成。ただ迂闊に平地に出ると、そっちにいる敵と挟み撃ちにされる危険がありそう。うん、なるほど。二正面作戦だが、時差をつければ大丈夫だろう。サンマル G は一旦この周囲の敵を引きつけておく。その間に 31A の攻撃力で平地の敵を掃討してくれ。了解。気をつけて。おお、とりあえず一段落かな。いや、あんな気持ち悪い敵出てくると思わなかったな。午前02:15時か。霧が晴れたわね。よかった。だいぶ時間を食っちまったな。急ごう。急いで帰ろう。撤退しようか。うんうん、なるほど。ここをあえて歩かせる意味は何なんだろう。湖が見えます。もうすぐ平地です。やっと山岳地帯を抜けれるんか。このまま森を抜けて出るぞ。周辺の敵は発見次第相当。なるほどね。今回のダンジョンが比較的早いなって感じたのは、まあこういったね、
さっきの気持ち悪い敵と戦ったりすることがあるためか。なんだ？ちょい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 、なんだなんだ。これあれか、あのさ、あれ3章の最初の方だったっけ。でなんか説明があった研究所みたいな、なんか破棄されて軍の研究所じゃなかったっけね。でこの研究所に何かそのモナニャンとかがあの怪しい、まあ、疑ってるその仲間の死を見たことがないっていうことの真相というか秘密が何か隠されてるんじゃないかみたいな、確か言ってた気がする。あとあれだね、司っちのお母さんのこととか記憶のこととか、うん、立派な建物があるな。なんで光ってんの。見覚えがある。司令官の話にあった、あ、そう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 、イージスタワーじゃねえか。それそれそれ、イージスタワーね。でも周りに何か張り巡らされてる。ねえ、何あれ、キャンサーがやったの。何や、あの緑色のやつ、まるで封印されてるようじゃねえか。だね。この建物の形、なんか思い出した。何か思い出したのか。なんか変なこと言わないよね、このなんか真剣な場でさ。幼い頃にお母さんに連れてこられたことがあるような気がするの。はい、配信がねちょっと途切れてしまったんですが、なんとか復帰できました。多分ですけど、どこだったかな、ちょっと遡ると、じゃあここから行こうか。つかさっちがこの建物の形ってやつ、この建物の形、何か思い出したようなことを言い出して、何か思い出したのか。でユッキーが言いましたと。幼い頃にお母さんに連れてこられたことがあるような気がするな、というふうにつかさっちが言いました。え、マジで。うん、軍の施設としか聞かされてないけど、この建物って何なの、というふうにルカちゃんが言って、それは、何だったかしら、という感じで、それ以降は思い出せないっていうふうな感じでしたね。はい、で続きからになります。はい、あれちょっとねまあしょうがない、途切れてしまったものはしょうがないということで、まあなんとか復活できたんでね。はい、じゃあ続きやっていきます。記憶操作か。いや、こいつの場合普通にドアスレしとる可能性もあるで。どうなんだろうね、このつかさっちのさ、ちょっとポンコツ感があるのはやっぱ記憶を操作されてるからなのか、それともつかさっち本来のなんかそういう、まあ、性格というかね、ところによるものなのか、まだわかんないけどね。そうだな、どっちだ、厄介だな。待って、ここまで出かかってるのよ。そのセリフが出てくるってことはただのド忘れの方だな。思い出すのだ。お、カレンちゃん、またお前か。なんでいちいち励ましに現れるんだよ、いいやつなんじゃないのか。確かに、サイコキラーにそんな情があると思うのか。ありそう。思うから言ってんだよ。なんだっけ、なんだなんだ。頑張れ、焦るほど記憶にたどり着く道筋は遠回りになる。ほら、励ましてるじゃないか。そうね、落ち着いて考えてみる。すごく昔のことだった。昔、幼少の頃だな。いいぞ。一時期通っていた。通っていた、一時期、え、なんだ、学校、え、なになに。おお、何のために。そうだ、そこがお母さんの研究所だったから。あそこに勤めてたってこと、お母さんが。それじゃあ、やった、私やったわ。よしよし、やればできるではないか。カレンちゃんめちゃくちゃさ、面倒見いいよね、この辺。もう孫娘のようにめでているじゃないか。ここが司さんのお母さんの研究施設。戻った。つまりは
なるほど。せやったら東条のおかんのこともわかるかもしれんちゅうことかいな。マジか、ついに来た。だったら何としてでもガサ入れしねえとな。軍すら放置してきた場所だぞ。キャンサーもいるかもしれない。危険すぎる。まあね、確か中にキャンサーがめちゃくちゃいるから軍も放置してたみたいなこと言ってたもんね。スカサッチの母親の死に関する何かが見つかるかもしれないんだよ。みんなで協力しようって決めたじゃん。まあ、でもこのまま行くってこと？冷静になる。近づけないと分かっててこの情報を開示してきた可能性もある。確かに何か隠してるからね、軍は。ということはどういうことだよ。死。ああ、それぐらい危険な場所だからだ。それともお前は仲間を犠牲にしてまでその情報を手に入れたいのか？まあそれじゃ意味ないよね。そりゃ何より命が大事さだろ。仲間のはな。そういうことか。自分の命は別にどうだっていいってこと？おい、それってまさか。だったらお前が、お前が私がなんだよ。途中で言うのやめんなよ。命を軽く扱うやつは許せない。私の命だったら文句言われる筋合いはねえよ。ルカちゃんそういうこと言うタイプだったんだね。全然なんかそんな感じじゃなかったと思うんだけど。マジか。これはユッキーが黙ってないよね。ルカ、それ本気で言ってるのか？本気だよ。だって約束したろ。唐突に亡くなってただでさえ辛いのに謎まで突きつけられてるつかさっちのために協力するって。危険を冒してまでかよ。ああ、命より大事なものなんてねえよ。時には命がけにならなくちゃいけないことだってあるんだよ。ルカちゃんとユッキーがこんなにマジ喧嘩することって初めてじゃない？多分。ルカさん、いいのよ。ルカ、お前な。こんな大事なことを前におじけついてられるかよ。もう知らねえ。勝手にしろ。ああ、勝手にする。え、うっせやん。マジモンの喧嘩してんの自分らだよね。もうこんなガッチガチの喧嘩すんの初めてだよね。チューする仲なのにチューはしてたかな。あれ、チューしてたっけ？え、あれ、私の記憶だとチューまではさすがに言ってない気がするんだけどな。してないわ。あれだけ信じ助け合ってきた二人がそんな茶化すな茶化すな。だからいいのよ、ルカさん。よくねえよ。絶対私は謎を暴いてみせる。え、マジで行っちゃうの一人で？なんだいあんたたち、喧嘩か。見られてたじゃねえか。今来たばかりだ。待たせた。争ってる暇はないよ。敵の増援が来ちゃうからね。マジか。待ってくれ。一度この周辺でドローンを飛ばさせてくれ。ルカちゃんはちょっと冷静さを見失ってる気もするけどな。はあ？どういうことだい。敵はもう目前なんだよ。どうしても調査したいんだ。あなたね、この状況で自分でもおかしいって思わないの？頼む。 30G 総員、敵正面に半円形で陣取れ。 31A の盾となる。ユイナ先輩めちゃくちゃ優しい。優しいっていうのかな、こういうのね。まあ、空気を読めるというか、なんていうかね。はあ？私は命じたぞ、応答は。ええ、分かったよ。ですわ。ユイナ先輩、調査が必要なんだろ。心配するな。お前たちには指一本触れさせない。かっけえ。
まだかいな。もうちょっとだ。焦らすなって。そもそもなんでこんなことしなくちゃならねえんだよ。あと2つ。1つ。分析完了。もし。総員直ちに移動開始だ。 30G のいるところまで全速力。ルカちゃんとユッキーの仲はどうなるかな。ちょっとな、なんか長引きそうな気もするけど。戻ってきたか。ルカちゃんが正直そういう喧嘩を長引かせるようなタイプにも思えないんだよな。ごめん待たせた。撤退しよう。どうなるかな。でもでもな、喧嘩の内容が内容なだけにな、ユッキーが正直許してくれるかっていうところはあるよね。結構引きずるんじゃない。夕方17時30分。なるほどね。もう一度確認するわよ泉さん。超大型キャンサーが出現したのは車山付近だ。座標も確認しているから間違いない。なんでユッキーに確認なんだよ。報告したの私なのに。なんかちょっとピリピリしてんな。普段の行いじゃないのか。意地悪でやってるんじゃないわ。正確性を高めるための確認よ。言い間違いがあるかもしれないから。触手のような敵からの攻撃もレポートを出している。合わせて確認してほしい。ドローンで集めたデータがあるだろう。あんなのほっとけねえよ。早く調べてほしいんだ。もちろん解析は急がせるから 30G31A は一旦休みなさい。了解。よろしくな。こちらも了解した。 30G は待機に入る。最優先で処理させてるからそれほど時間はかからないと思うわ。以上よ。なるほどね。今日中になんか結果出るんですかね。夜01、19時、それとも次の日かな。解析が終わるまで何しよう。あ、なんか今日中に解析結果出そうだな。図書館で私なりにイージストアのことを調べてみようかな。ユッキーと仲直りしたか。ごそごそペラペラ。全セラフ隊員は至急ブリーフィングルームに集合してください。全セラフ隊員。解析が終わったのか。ルカちゃんたち 31A30G だけじゃなくて全セラフ隊員。結局何も見つからなかったな。まあ軍が管理する図書館で軍が隠したいことをわざわざ分かるような本置いとかないよね。夜02、20時30分。何が分かった？旧茅野市北部、車山山頂付近で超大型キャンサーが発見されました。もしかして全セラフ隊員でやる超大規模作戦かな。識別名、うわ、フラットハンドと呼称されます。フラットハンド。あ、まさにそんな感じだね。平べったい手って感じだもんね。現状フラットハンドは停止中であり適正行動は見受けられません。簡易的な解析の結果、新種であり体調外郭の特徴から類推しますと脅威度は最低でもレベル4と判定されています。レベル 4? 差し迫った危機ではないが放置は極めて危険であると司令部は結論付けています。そのためフラットハンド討伐を目的とした作戦オペレーションベガを立案しました。オペレーションベガ。訓練期間は5日間です。休養日を挟み作戦行動日は7日後となります。待てよ待てよ、7日後。今回が14だよね。で休養を挟んで7日後だから15、16、17、18、19、20、21か。で21に作戦決行ってことかな。聞いた通り、いずれフラットハンドが動き出し基地やドーム各地に攻め入った場合人類の脅威となるのは言うまでもないわ。しっかりと準備をした上で
巨大戦力でもって確実に仕留めます。うん。 31E、31F 両部隊は巡回部隊から監視任務を引き継ぐように命じます。 31E、31F 3… ん？あれ？待てよ、F？ あれ ?31E と F って誰だっけ、部隊長？あれ？どんな些細な動きも見逃さず、逐一司令部に報告しなさい。無線がジャミングされる恐れがあるわ。各部隊から伝令を走らせて対応して。E と F って大島姉妹が入ってる部隊？どっちか。あれ？了解です。あ、なるほどなるほど。そっかそっか、この2人か、部隊長ね。大島姉妹の部隊、大島姉妹の部隊と、柳の、あの、丸山ちゃんがいる部隊か。なるほど、なるほど。フラットハンド討伐作戦へ参加する部隊は、30G、31A、うん、31D、31E、31F、31X の6部隊とするわ。待て。B、C がいないな。A、B、C、D、E、F。そっか、31G っていないんですか。B がいないのは分かるよ。 B がいないのはあの第2章でさ、だってね、葵ちゃんが抜けちゃったわけですから、まあ 31B がいないのはまあ分かるんだけど、 31C がいないのは何なんだろう。何か別の任務をやってるっていうねことは聞いてましたけど、それが関係してる？でもこんな大規模な作戦、大事な作戦なのに参加しないなんてことがあんのかな。なんだろう、それとも文ちゃんを考慮してとか。いやでもな、いや分からん。まあ、とりあえず 31B と 31C は不参加ってことか。 30B、30E、31B、31G、31H、 まあそういうことね。基地防衛と周辺ドームを紹介っていうか、 30B とかさ、 30E とか、あと 31B、 3… あと 31C やっぱいないじゃん。あれちょっと待って待って、いないぞ。しかも 31G と 31H なんてのもいるの。この辺はもしかしてさ、後々アップデートでなんか新キャラというか新部隊というかで出てくるんですかね。そのためにあえて今は何もこうキャラクターとか情報を出さないようにしてんのかね。うん、まあまあ、でもとりあえず 31C はいないね、やっぱね。 31C は引き続き雲取山攻略作戦に従事しなさい。雲取山攻略作戦ってそんなに重要な作戦なの？雲取山で苦戦しているのを聞いているわ。あ、そうなんだ。攻めてはいないわ。 31C は盾の役割でもあるのよ。へえ、盾。雲取山のキャンサーを足止めし、一匹たりとも西側の作戦地域へ入れさせないように。なるほどね。了解したわ。今回の作戦は6つのフェーズに分けて行います。6つ。フェーズ1ではポイントアルファからポイントベータまで徒歩移動します。各部隊ともルートを確認しておいてください。なるほど。 31A は松原湖から立科山までです。険しいルートなので十分注意してください。やばい、漢字が難しすぎて多分次聞いた時には忘れてるぞこれ。松原湖から立科山って言った、さっき。ああ、これで縦って読むね。難しいな。フェーズ2ではポイントベータからフラットハンドに対し 31A が長距離砲撃を行います。え、長距離砲撃、長距離砲撃。進路をポイントオメガ、美濃と中山に向けて敵を誘導してください。フェーズ3では 31A がおごりとなってフラットハンドを足止め、その間に他部隊はポイントオメガの指定箇所へ移動して待機します。31A めちゃくちゃ危険じゃね。おとりになったり長距離砲撃したり。フェーズ4では3方向からフラットハンドを最終目的地まで誘導します。そしてフェーズ5でフラットハンドを包囲し、これを討伐します。本当に討伐できんの。フェーズ6は周辺の掃討戦を行い、完了後順次撤収となります。明日からは各フェーズの訓練を順番に行います。なるほど、いつもの流れね。諸君らは一つのミス、一つの余談もなく自らの任務を完璧に遂行しなさい。オペレーションベガ発令します。なるほど、これが第3章のメイン任務ってことか。そしてここに来てフリータイム、フリータイムいるこれ。
それにユッキーいるけど。なんだというのだ。あたいに任せておきな。わかった。ちょっとごめん。待っとるよ。それは面白いこと。ユッキーはそこにいるな。命より大事なものなんてねえよ。ですよね。私もそう思うんだけど、まあその命を懸けてでも、まあ、守らなきゃいけないものとか、命を懸けてでもなさなきゃいけないことがあるっていうのにはまあ同意する部分もあるけど、難しいとこだね。まあユッキーとルカちゃんが果たして仲直りできるのか、よし、じゃあアクティビティやるか。なんかこの流れでやるのもなんか変な感じするけど、よし、じゃあどうしようかな。優しさとメンタルとクレイジーが33か。優しさあげるか。じゃあ優しさは、あ、展望露天風呂行こうか。じゃあこの前も言ったけど、あ、露天風呂行けない。あれどこだっけ、もう一つナービ広場だ。ナービ広場、よし行こう。ナービー広場に来たけどどうしようかな。ナービー広場で過ごすと優しさが上昇します。過ごす。よし、何をしようかな。ナービーとにらめっこ。ナービーを積んでみる。ナービーを積んでみよう。ナービーの塔を作ってみよう。よし、ナービー動くなよ。ぽよんぽよん。おお、グラグラしてるのに崩れない。なんか塔っていうよりトーテムポールっぽい。どうしてじっとしてるんだろう。仲間意識みたいなものはあるのかな。ぷよぷよ見てね。ナービーの不思議が増えた。優しさがプラス5上昇。大丈夫かな。なんか3つ4つ揃ったらプンって消えるみたいな。満足満足。さてそろそろ帰るか。モナニャンにもイージスタワーのことは話しておこう。うん、そうだね。よう、モナニャン。カヤモリか。何か進展があったか。場所を変えよう。まあでもな、モナニャンもな、どっちかっていうとルカちゃんタイプだもんな。今日目撃したイージスタワーがセラフの研究所だったってことが分かった。モナニャンもさ、そのバーサーカーっぽくなってもう自分の命を顧みることなく戦い続けるみたいな話をね、クラッチから聞いてましたから、どっちかっていうとやっぱルカちゃんタイプ、自分の命を顧みることなく目的を達成しようとするというか、で、まあ、ルカちゃんにおいてそれを止めにかかるのがやっぱユッキーであり、モナニャンにとってはやっぱりクラッチなのかな。ほう。謎の多いセラフを研究していた場所だ。軍のすごい秘密が埋もれている可能性が高い。それは興味が尽きないな。それにそこは昔スカサッチの亡き母親が勤めていた研究所だったんだ。なんたる偶然。その母親は事故で死んだことにされてるんだけど、本当は軍に殺されたかもしれなくて、スカサッチはその謎を追ってる。さらにスカサッチ自身もどうやら記憶操作を受けてて、そういう謎の手がかりがイージスタワーには埋まっているはずだ。だから何としてもイージスタワーに行かないといけないんだ。相当危険だが覚悟を決めた目だな。あ、モナニャンも一緒に行ってくれるか。待てよ、だって1日休養を挟んで5日間の訓練期間があるって言ってね、で7日後にオペレーションベガが発令というか作戦開始なんでしょ。どのタイミングで行くの。無論我らは運命共同体だ。ありがとう、モナニャン。ならばフェーズ6の総統戦に紛れて、ああなるほどね、イージスタワーに向かうのはどうだ。メインの作戦が終わった後ってことか。途中で抜け出すなんて可能なの。総統戦では司令部の監視が緩む。
その気に乗じてなら抜け出すことが可能だ。なるほど。さすが古豪。潜入にあたってイージスタワーの情報を集めておくのがよかろう、うん、さっき図書館で調べてみたけど私じゃ何も見つけられなかったよ。やっぱそういう時に役立つのはユッキーだけど、ユッキーは正直今協力してくれるかっていうとまあ無理じゃないかなって気するよね。ふむ、我も動いてみよう。だが今日はもう遅い。明日から取り掛かるとしよう。わかった。うん、オペレーションベガ決行まであと6日。はい、というわけでメインストーリーのデイ14クリアですね。なんかめちゃくちゃ出るな、ミッション達成めちゃくちゃ出るぞ。なんだクリア応援キャンペーンかな。さーて、メシメシ。なんかユッキーとの関係めちゃくちゃ気になるとこですが、もう今回はここで終わっときます。すげえなこれ。もうデイクリアするごとになんかもらえんのかな。止まらないんだけど通知が。ん？あ、なるほど。私にこの鍵を開けさせちゃったね。これは？あ、イスズッチ。おうおうおうおお、SS。そっか、11時過ぎたからね。新しいガチャが出たんか。ガチャというかスタイル。ミサリンとイスズッチか。で、待って。待って、まず、ミッションめちゃくちゃ出たな。とりあえず受け取っておこう。1400。あ、上級ミッションも。お、来たー。ってことは、あとは琥珀、違う、青琥珀の雫でアクセサリーのプラス枠効果を、あと5回解放すれば、ルカちゃんのピースがもらえますね。OK。待って、なんかあった。これも受け取りか。受け取り。待って、夏休み？なんかまたいろいろキャンペーンじゃないけど、ガチャは？オーブボスステップアップガチャ。これは優勝のやつだね。なるほど。ジェネライズ。これか。新しいガチャね。強いんですかね、イスズッチは。ちょっと見ていい？これか。これだね。勝利への鍵、大島イスズ。ドレツコかな。消費 SP8。 渾身の力で鎌を投げつけ全体を切り刻み、さらに火属性防御を下げる。魔炎戦獄門、解き放たれし力で敵の防御力を下げ地獄の豪華で焼き尽くす。へえ、火属性と斬撃か。まあ私ね、イズルッチは結構好きなので、まあ、欲しいっちゃ欲しいけど、まあ当たるかなっていう感じだね。うん、オッケーオッケー。とりあえずガチャで登場したということですね。あとこれなんだ。夏休みはヘブ版5大キャンペーン。遊びやすくなったヘブ版を楽しもう。メインストーリー。え？ん？第3章難易度緩和？メインストーリークリア応援キャンペーン。第3章クリアで合計クォート3000個ゲット。あ、さっきのやつかな？7月31日まで。より広いプレイスタイルの方に向けて第3章の難易度緩和を行いました。ってことは相当難しかったんだね、第3章クリアするのね。へえ。まあなんか1万1000ぐらいね、戦力必要っていうふうには聞いてたけど、そうなんだ。第3章あまりにもちょっと難易度が高すぎたから難易度が優しくなったんだね。スタイルにスキルツリーが追加。
ジェネライズが追加。ちょっとこの辺はまだやってみないと分かんないけどね。これはもう受け取ってる、いろいろね。サマーバケーションパック。これはあれ課金か。なるほど。さて、ギャラリー。今回あれかな？イージスタワーと、この気持ち悪いやつか。まあ、ちょっと今回のサムネになる可能性がありますね。このどっちか。うん。こっちかな？ちょっと気持ち悪いけどね。あんまりサムネにしたくはないんだけど、まあ、しょうがないか。え、ちょっと待って。ジェネライズってもうできんの？ちょっとアーサー見ていい？スキル設定？どこでジェネライズするの？あ、出てる。何これ？解放する？スキル、専用のスキル、レベル3以上で解放。あ、そういうことか。まあ、アーサーで言うと、この滅殺影分身、この SS スタイル専用のスキルがあると思うんだけど、これを、何？強化できるってこと？何これ？レベル上限プラス？どういうこと？これなんだ？ノルドシュトロム結晶って何？キャンサーから入手できるスタイル強化用の素材。入手方法維持層ってなんだ？また新しいダンジョンみたいなのが出んのかね？他のスタイルでも装備可能になる。ああ、なるほど。なるほどなのかな？ちょっとよくわかんねえや。え？ああ、レベルの上限がアップして、さらに、威力も増すと。威力というか、レベルが上がると。はあはあはあ。待てよ。これとかは？こっちか。解放して、そう、結構余ってんだよね。この、打撃の、なんていうんだっけ、これ。シュワルツシルト核。そうそうそう。ただ、一つ目はいけるけど、二つ目以降は、この、ノルドシュトロム結晶っていうのが必要みたい。え、維持層って何？ちょ、どこで手に入るの、それ。ダンジョンか。維持層？強化の回路とかじゃないよな。私まだ全然いけてないね。回路いっぱいあるんだけど。まだ記憶の迷宮がね、この B50 までクリアできてないからね。まずそこをクリアしてからだと思うんだけど。え？維持層って何？どうやって？もしかして今の私の段階だとまだ解放できてない感じかな？メニューで、お知らせ見ればわかるかな。維持層。維持層。転生ボーナス、あ、これはいいね。転生ボーナスにスキル枠ボーナスが追加されたのは OK。維持層ってなんだ？今後のアップデートについて。これか。高難易度コンテンツ。維持層のリリース延期。維持層とは期間限定で出現するメインストーリーの、メインストーリーの高難易度版？え、しかも2部隊編成して挑むことができるコンテンツ。こちらは7月中旬のリリースと伝えていたが、より慎重にバランスを調整するため、8月上旬になったと。皆様からのアンケートのご要望を受けまして、8月上旬に継続月額サービス。え？サブスク機能が追加されるの？どういうこと？サブスクって。え？課金をサブスクできるってこと？そんなことできんの？へぇー。ということは、なんか毎回その、なんだ、例えばガチャでさ、課金してガチャを回すこともできるし、かつサブスクも登録しておくと、まあ、月額でお金を払って追加でアイテムがもらえるってことなのかな。そういうこと？わあ、なんかまたいろいろ要素増えましたね。はい。まあ、私今まで課金したことないからな。うん。もうヘブマに限らず私ソシャゲで課金したことって一度もないんだよね。うん。
あ、でもあれだ、あ、どうしよう、待って、どうしよう、クォーツが3000溜まってるな、ガチャ回せるな、いや、今日やめとこう、やめとこう、ちょっといろいろありすぎたからねちょっといろいろありすぎたので、今回ちょっと詰め込みすぎるとあれなんで、ちょっと今回はやめときましょう。次回ね、回そう。うん、はい、というわけで今もう大体1時間半ぐらい撮ってるんですけど、はい、途中ね、少し途切れちゃった部分とかあったんですけど、まあなんとか復活して、はい、一本の動画になってるかなと思います。はい、いやー、メインストーリーのデイ14ね、まあ予想通りボリューミーな内容でしたね。ダンジョン自体はそこまでじゃなかったけど、まあちょっといろいろね、まあちょっと気持ち悪い敵が出てきたりとか、うん、まあ新しい作戦が発令されたりとか、あとはルカちゃんとユッキーがマジモンの喧嘩しちゃったりとかね、うん、まあユッキーの気持ちもわかるし、まあ自分の命を投げ打ってでもなんか達成したい目標があるっていうルカちゃんの気持ちもわからんでもないっていう感じでね、うん、果たしてこの二人が仲直りするのかな。ルカちゃんは引きずらなそうだけど、ユッキーはめちゃくちゃこの手のことを引きずりそうだよね、うん、ね、なんかそんな性格のような気がするけど、はい、今後どうなるのか楽しみでございます。はい、というわけで、今回の配信はここまでにしたいと思います。次回はメインストーリーの第3章デイ15からやっていきたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。